そうなんだけど。おはようございます。ちょっと着替えます。先にちょっと待ってね。暑そうだよ今日は。晴れてるし、調べたら気温も高い、そんな日みたい。今日はみんなのところはどうですか。今日これしよう。絶対これいいじゃん、かわいい。つけて早々配信者いないルーム。こんな配信者は嫌だ。下に何かかけばいいな。これじゃなくて、これで良くなるかな。おはようみんな、みんなみんな、お着替え中です。少々お待ちください。よいしょ。あ、いいんじゃない。おはよう。これどう思って、これほらかわいいよね。おはよう。閉めてここよっ。こうなってんのか、ここ結べばいいのか。おはよう。ガウさん、タケさん、コウキチさん、タムヒロさん、音速の聞こえさん、カワジャン番長さん、ヒサさん、カオさん、ヒロシンさん、ボイドさん、ミヤさん、イチタさん、プラムさん、おはよう。今は部屋はそんなに蒸し暑くはないけどって感じかな。あ、イチタさん、親衛隊57人目ありがとうございます。と、ひろいちさん、おはようございます。アルファーさん、ダイさん、天使の分け前さん、おはようございます。ひろしんさん、かわいい、ありがとうございます。そう、あの太陽、朝日が、朝日っていう時間でもないか、もう太陽です。普通にこれかわいいよね、ピンク。え、なんかリボン下手くそすぎない？これなんかちょっとまずいな。リボンってさ、結ぶの苦手。いまだにあの横になるのと仕組みがわからない。あなた。チェリーさん、おはようございます。イエーイ、あなた。はぁ、今日もメイクをしていこうか、にゃー。ぷっぷっぷーって感じです。上手、やった。ニコ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 ですございます。リヴァインさん、おはようございます。初見さん、ありがとうございます。おはよう。ヨッタさん、おはようございます。てかなんかさ、
何気にさ1位の人に食いついてんのすごいね。ありがとうみんな。ルドルフさんおはようございます。どうも初見です。嬉しいコメントありがとうございます。こんにちは。すいませんすっぴんでごめんなさい。はい、メイク今日もとても綺麗、嬉しい。ともあきさんおはようございます。なんかねこれね一番最初に塗るやつなんだけど、なんか違うところの同じような商品だと結構サラッとするっていう説明を昨日したのなんだけど、これはすごい潤うからなんかちょっとメイク崩れしないかな、なんかメイク崩れしにくいやつらしいんだけど、メイク崩れするんじゃないかなって心配しながらつけてたの。なんだけど昨日一日出かけて帰ってきても別に崩れてなかったのね。だからすごいすごいです。これどういうことなんで。ドラミンさんおはようございます。ヨッタさんクラッカーありがとうございます。シンプルにどういう仕組みでこうなってんのか分かんない、すごい。直道さんおはようございます。すごいね、こうつけんね。じゃあこれしかもねこんなちょっとの量でねめっちゃ伸びんの。これもお顔全部くらい伸びちゃう。あんまりいっぱいつけすぎるとねそれこそよれちゃうから薄くつけていくよ。薄くつけていくよ。直道さんクラッカーありがとうございます。結構ねしっとりするかな。これはちょっとくっつく感じ、そう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 、いろいろねものによったり、あとはまあメーカーによったりとか意外とね違うんだよね。同じ役割の商品でもねすごいよね。本当にいろんなの考えるなと思う。米沢二郎さんおはようございます。でこれは透明なんで色をねつける。これちなみにウォンジョンヨ、これもウォンジョンヨ、好きなんだよねきっとね。これ下地です。今のも下地だけどこっちはどっちかというと肌のなんか表面とかを整える感じ。そうでこっちは普通に肌のトーンを上げるやつ。え、なんかさウォンジョンヨってさファンでクッションファンでしかないんだよこういうやつ。私クッションファンであんまり好きじゃないんだけどどうなんだろうね、いいのかな。キヨさんおはようございます。ちょっと使ってみたいって思う反面やっぱクッションだからなっていう気持ちも半分ぐらいって感じ。でもなんかまあさそんなにさなんかバカみたいに高いわけじゃないね、ウォンジョンヨって全部。浜松の IH さんおはようございます。あーなんて読むんだろうこれ。おはよう、お誕生日おめでとう、ありがとう。なんて読むんだろうか。ゴルヒロさんおはようございます。ウォンジョンヨ、シュウさんおはようございます。そう韓国のねやつ、ウォン先生っていう女性のメイクさんというかがプロデュースしてるコスメで、人のね名前なのこれ、ウォンジョンヨっていう。そうそうなのそうなの。そう割となんかねデパコスとかよりは全然
買いやすい値段なんだよね、モンジョンヨって。そうだからまあ試してみても全然いいんだけど。君空さんおはようございます。あでもねファンデーションはそんなにかも、結構売ってるところ見かける、その取り扱ってるところだったら結構見かけるかもしれない。下地とかも最近結構入荷してるし、これもシューさんだるまありがとうございます。そうだけどこれとかあとパウダーがね人気すぎてって感じ。まあこれはね限定品らしいからあれだけど、そう今はねファンデーションは普通にマキアージュのやつ使って、これはもう昔からね日本のコスメとしてありますけど、やっぱでもね昔からあるだけやっぱいいなとは思うよね、こういうところのやつは。残るには理由がねあるからね、ちゃんと残り続けるというか。だからあのあれとかもそう、マキアージュとあともう一個なんだっけ、忘れちゃった、ど忘れした、やばい全然覚えてない、なんか近いの出そうと思ったのに。全然名前が出てこないや。やばいね、なんか最近さほんとこういうの多いんだよね。かおるこさんおはようございます。そうなんかさあのあれあれみたいな、なんとなくイメージついてんのにさその名称とか名前が出てこないみたいなさ、やばいね。そうなの、そうだからもうこのファンデーションはねでもいろいろ使ったんだけど、これの他にもだけど結局これが良くて戻ってきたみたいな感じ。なんか他のが悪いわけじゃないんだけど別にこれがすごくいい。たけしさんおはようございます。人の名前がえでもわかるよ、めっちゃわかる、あのあ誰だっけみたいなめっちゃある。明太チェリーさんおはようございます。きらぼしありがとうございます。丸川さんおはようございます。よしファンで完了。じゅんくんおはようございます。でパウダーボンジョンヨこれはねいただいたやつなんだけど、あのすごいね中身がね漏れてきちゃってね、多分配送の段階でねどっかで衝撃が加わったんだけど、そう本当はねパフがついてるんだけどちょっと今パフで濡れる状態ではなく、こうやって筆に取ってつけて、やばいんだよね本当にこれ、もったいない。なんかさあのなんて言えばいいのかな、なんかメッシュ地になってるのよ粉が入ってるところが。なんか普通のやつって結構さあのプラスチックのケースにこうなんか穴が開いてるだけで、その穴の先に粉が入ってて、でこうパフとかにさ出すときはこうやってさ反対向きにしてこうやってなじませてみたいなやるんだけど、メッシュ地だと戻んないの、一回出てくると戻せなくて中に。そうだからこの表面に出てきたやつをもうこうやって取って使うしかないみたいな。せっかくさあれなのにもったいないよね。
天使さんおはようございます。たっちゃんおはようございます。お誕生日おめでとうとありがとう。嬉しい。わかる？言いたいこと。そう、穴が開いてるだけだったらこうなんかどうにかねこう上手に傾けたりとかさすればまだ中に戻るんだけど、なんかその穴が開いてるより目が細かいからメッシュで多分こう押し込まないと戻らないっていう。伝わった？理解力があって助かります。非常にこの私のさ拙い説明で。助平さん親衛隊58人目ありがとうございます。やったぜ、ありがとう。っていう感じでパウダーをして結構肌をサラサラっとさせときます。リガの一丸さんおはようございます。ワイマツさんおはようございます。音符ありがとうございます。そう、肌は一旦サラサラが好きです。朝水さんおはようございます。わやまつさん、ひささん、ありがとうございます。わやまつさん、流れ星、ありがとうございます。ひささん、音符、ありがとうございます。そう、パフだと、本当は調整して取りやすいんだけど、その、なんていうの、まずその、パフで取る領域に行けてないっていうか、ここ見てもらうと分かるんだけどさ、周りがさ、ちょっとこう、色ついてるじゃん。これもパウダーなの。で、ここに粉がもう出てきちゃってて、みたいな、なんか粉がね漏れてる状態みたいな感じなの。これどうやったら治るんだろう。いや全然無理だな。一度出てきたものはもらわないじゃない、いや戻らないっぽい。なんかこの本当はここに粉が出てきちゃいけないんだよね。自分でこう出さないと出てこないはずなんだけど、多分どっかで衝撃が加わってそれがこう全部出ちゃってて、もう外に、だからその外に出てるのをまず使い切らないと多分パフでは使えないっていう。使えないわけじゃないんだけど、つきすぎちゃう。めっちゃ顔に真っ白になると思う顔が。ちょっと待って、もう一個さ普通に開けてる違う色があるから、そっちは平気だから。これ同じ種類で、ほら同じ種類で違う色なのよ。粉の色自体が違うんだけど、これ自分で店舗で買ったやつで、これは普通に真っ白な状態じゃん、ここ周りとかも。でまあパフには多少ついてるけど、ここも別に普通なの。だから本来はここがすごい今メッシュに、あ見えるかな、メッシュになってるんだけど、ここのメッシュ部分にこのパフをこうやって押し付けて、でこうちょっと調整してこう顔につけるっていうのが本来の使い方なのね。そうなんだけど、こっちはこう中身が漏れちゃってるから、もうそもそもさパフにもめちゃくちゃついてるのね粉が。そうで、こっちはもうほら外にさ出てきちゃってるじゃん、この周りとかにも。そうこの粉を使い切らないとっていう話なのよ。わかった、理解した。そうだから別に使えないわけじゃないんだよ全然。物はいいし使ってるけど、どうにか使い進めたいなって感じ。そういえばさ、まあ、アイブロウペンシルどっか行ったんだった。なんでないんだろうね。昨日落とした。どこに落としたってわけ。
まあいっか、昨日だっけな、一昨日か、一昨日さメイクポーチをさ私さ置いてる棚とか落としちゃって、そしたらさ中身がさちょっとだけなんか散らばったっぽくてね、散らばったっぽくてってか散らばったんだけど、そしたらね眉毛描くペンがどっか行っちゃって、いや一個前に使ってたやつがあるからもいいんだけど、天使さん流れ星ありがとうございます。タムヒロさん、ジャスミンの花束ありがとうございます。トモさんおはようございます。あ、すごくよくわかった、ありがとう。え、ね、そうどうやったらさいいんだろうって思って、これ開くのかな、ここのさ白いところ、開かな、え、開くのかな、爪が死にそうだね。でもこれなんか細いさ、なんか細いっか薄いさ、なんか定規みたいなのが開かないから、これこういうの、こういうのでさ隙間に入れて開かないかな。スエンさんおはようございます。そう、涙袋じゃない、なんだっけ、あの眉毛のペンシルはね迷子なの今。絶対さ新しいの買ったら出てくるよねこういうのって。うわー隙間に入らねー。これさ相場ドライバーかね、もしかして。おもろいね。そう、探してない時に出てくる、もしくは買ったら出てくる、わかる、全部ぶちまけないようにしないとね。待って、天才かもしれない。トラ君おはよう。あのね、開いたは開いた、開いたは開いた。でこれを、え、待って、やばい、いけそう、モカニャンワンさん、カビロミさんおはようございます。イチタさんハートありがとうございます。え、ね、待って、本当に天才かもしれない私。え、いけてない、ちょっと待って、ね、え、これね、パフのやつも落とせればね一番いいんだけどね。まあ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 、なかなかにいいんじゃない。でこれで調子に乗ってパーンとか言って閉めると多分すごいことになるから、静かめに閉めて、へえ、待って、本当に天才ですね。開いた。鈴人さんおはようございます。 230km さんおはようございます。え、見て、え、同じのとは思えなくない、さっきのあのさ全部出てたやつと。ほら違いわかる、戻った。そう、めっちゃゆっくりここ開けてこうやってカン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 とかやりながら、ちょ、パフがねどうしてもあれなんだけど、でもさっきより全然いい。えやってよかった開けてよかったこれ。上手にできました、あ、よかった、マジで。
ただね、ちょっとだけテーブルがね粉っぽいんだけど、まあ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 許容範囲。よかった。今配信してなかったら何も考えずにやってたからさ、きっとひらめかなかったわ。よかった。ありがとう、見ててくれて見届けてくれてありがとう。ドライバー持っててよかったわ。自分でさ、なんかいろいろ組み立てたりとかするからさ、買ったんだけど。よかったです。じゃあ眉毛描きます。気を取り直して。天使さんグッド、ありがとうございます。そう、なんかね、こういう細かい作業はね、大きくなってからできるようになったちっちゃい時はねできなかったんです、こういうのは。眉毛はね整えてあるから、足りないところだけ書き足します。そう、これであと眉毛のやつだけ見つかったらさ、もう完璧なんだけどマジどっか行っちゃった。まあ残りもさ少なかったんだよ、すごい。そうだからいいんだけど、ちっちゃい精密ドライバーみたいなやつ。いや、精密ドライバーだね、ちっちゃいやつ。なんでちっちゃいやつ買ったんだろうね。普通のも持ってるんだけど、あの結構普通の大きさのやつ、意外とちっちゃいのもいるかもってなって買ったのかな。朝から騒がしいです、外が。朝から稼働率が高すぎてさ、こう緊急車両のこっちってか、なんかおさわしのさ家の近くとかさ、どんだけ事件が起きてんのと思うんだよね。なんかさ、人口が多いにしてもって感じじゃない？毎回思うんだけどさ、よくそんな呼ぶ用事があるなと思って。ファンタンさん、おはようございます。まあだからさ、そんなさ同じ人が呼んでるとは思わないけどさ、っていう、みんな熱出たとかだけで呼んでない、大丈夫と思って。そんなさ、まあきっとそうだろうね。本当はきっと救急車とかじゃないレベルでも呼んでるような、この感じってめっちゃ思う。精密、あ、確かにメガネとかかけてる方だとね、確かにこれぐらいか、大きさ。シジュウカラさん、おはようございますね。救急隊員とかの人大変だよね、本当に。絶対さ、みんながみんなさってわけじゃないもん、こんだけ行き来してたら。シジュウカラさん、ケーキありがとうございますね。切ないよね。本当にね、必要な人はもちろんいると思うけどね。しかも今やば、これキャップつけたままこんなやつだ、何にも整ってないびっくりしちゃった。無駄に呼ぶなんて言ったら異変を感じたらすごいね。ねえ、あれが本当に異変だったら別にいいんじゃない、そのなんていうのかな、検査とかしてみたら、あのなんか救急車呼ぶ救急車呼ぶレベルでもなかったけど、なんか、まあ、様子が普段とは違かったみたいな感じだけど、そう、ほんとなんかもうタクシーみたいにはダメだよねって今思いながら、眉毛のやつ探してた、筆違うやつを探してたらペンシルありました。全然違うところに入れてた。やだー、あった、全然 ひっくり返したとか関係なかった、やだー。渡り鳥さん、おはようございます。あったー見つかった、やったね
ね、これ人騒がせですから、こういうのは本当に。自分がいつもと違うところにしまってただけなのに、ないないって騒ぎ立ててこれ人騒がせ、ごめんちゃい。どっかの県だか市が有料、あーね、なんかあの軽症だったら有料みたいだね。でもさ、そしたら本当に必要な人も呼べなくなりそうだよね。渡り鳥さん、クラッカーありがとうございます。ありがとうございます。朝からいろいろ解決、え、それな、パウダーが何より嬉しいんだけど。渡り鳥さん、ハートありがとうございます。え、でもさ、見て、もうこんだけしかないの、ほら全部出して、これ元はもうちょっとあったよ、このくらいは多分こんなかな。ひろくん、おはようございます。あ、今日からまた夜勤、なるほど、大変だ、ありがとう、お誕生日。バンフィーさん、おはようございます。急性アルコール中毒とか一応、あ、それはそう。だってさ、調整しとけばはさ、ほぼ起こらないじゃん、きっと。それはそうだな、ね、医療従事者じゃなくても思うもん。あのね、あの本当になんか飲んで人に迷惑かけるのはマジで一番ダサい。もう自分でなんとかできないまで、なんていうの、自分でなんとかできなくなるまでさ、飲まないでよって思っちゃう。今の時代なんてさ、無理やり飲まされるとかあんまないじゃん。わかんないよ、場所によってはあるかもしれないけどさ、まあ、だからその時代の風潮的にはさ、ちょっとなんかそういうのちょっとってなるやん。だけどさ、そういうのでさ、なんかさ、大体そんな、なんかもう搬送されるぐらいまで具合悪くなってるのって大体バカみたいな飲み方しかしてないからさ、みんな自分が悪いんよ。そうとか、あとだからその仲間内、そのなんか上司とかじゃなくてさ、仲間内とかでもふざけてさ、あれしてどうにもなんなくなってさ、収拾つかなくなってさ、そういうことするじゃん。やめてと思って、本当に恥ずかしいよ。あ、30日行けたら行く、嬉しい。めぐ姉さん、おはようございます。そう、酒は飲んでも飲まないと、本当にそう、大人なんだから。なんで減ってくの、ペン、あの鉛筆と同じ要領だよね。鉛筆も書いてさ、芯が少なくなったら削ってさ、減ってくじゃん、長さが。それと同じ感じかな。あ、やったー、1位喜び方おもろ。その場が楽しければ人に迷惑をかけてもいいと思ってねー。てか実際迷惑かけるまで迷惑がかかるっていう意識がないのかなって、まあは思うよ。そう、なんかこの自分の行動が後の人への迷惑につながるっていう意識が多分ないんだろうなって思う。30日行けたら、去年の8月13日以来。おー、まあ1年は経ってないけどね。でもほぼね、1年。カレーライスさん、ハートありがとうございますね。デッドヒート、それな、すごい。でもさ、あの私もうついさっきまで2位だったじゃん。で2位の時点で3位まで10万ポイントくらいだったの。そうなんだけど、1位に食らいつけてるのがすごい嬉しい。サクさん、おはようございます。自分がどこまで飲めるかって分かんない。まあね、そうなんだけどさ、でもなんかさ、あのなんかそのちょっとずつ飲むっていう頭はないのかなって思っちゃうけど、なんでそんなさ、急にいっぱい飲んで急に具合悪くなるみたいな感じになっちゃうかなっていう。マウはなんかそのさ、人に迷惑をかけるのがまず嫌なのね。そういうなんか飲酒とかじゃなくても。そうだからお酒とかも、まあ最初はね家で飲んだし、
そうであんまり強くないかもってなって外で飲む時もちょっとずつ飲んだりとか他に飲み物頼みながらとか食べ物食べながらとかでもなんかほんと甘めのカクテルみたいな弱いやつとかを一杯だけとかさ一回の食事で一杯だけとかなんかさこう楽しめる自分も相手も楽しめる範囲ぐらいは分かるじゃんその限界値は分からなくてもなぜそれで済ませられないっていうなんか別にそのなんかもうさ救急車で運ばれるとかじゃなくてもさねこう気持ち悪くなっちゃってとかさそれもさトイレとかまで我慢できればいいけどそういう人だけじゃないじゃんそれが信じらんないんだよねっていう話。さんちゃんおはようございます。そう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 たしなんでるぐらいが一番かっこいいよそんなさ飲めるやつがかっこいいじゃねえのよ何なんかその小学生の足速いとかっこいいみたいななんかそういうのなんでなの。普通はあらかじめ一人である程度の限界を確かめてこもんなねえ。そうでもマウはあの濃いの飲んだらダメだなとかはあるよ。全然大学の進化コップあーねそうそう大学生とかだよね大体大学生とか結構若者だでも自分ぐらいの年齢とかでも思うよだから。だからそれこそ地元のさ友達とかと飲みに行ってさやっぱ男の子とかでだからもうほんとアホみたいな飲み方とかばっかだもんね。まあまあ後輩に静寂を訪れるかえここは無理だと思うもう2年住んでるけど訪れたことないもんそう2年くらいそうそうそう住んでるけどねここの家もうかれこれって感じ。なんかなんだかんだ2年とか。お酒の種類で苦手なものだったりしますか。味が苦手なのは日本酒とかあのほんとなんかもうお酒っていう感じの味のやつが結構苦手で、ビールはね最近ちょっとずつ飲めるようになってきたけど好んでは飲まなくて。そうまあだからね別に私さそんななんかあの企業に勤めてるとかでもないし、その集団の飲み会とかも全くないから、だからそのビールを飲まなきゃいけない環境になることがないのね。だから普段は飲まないかな。基本的にね甘いお酒が好きでカクテルとか、まあ飲んでサワーとかかな。でも焼酎とかもあんま好きじゃないから、そう一回ねあの。なんかさああいうなんていうのカクテルとかもそうだけどさあの店の作り方によって全然濃さ違うみたいなのあるじゃん。で一回さなんかあの味は普通になんかメロンソーダみたいなやつメロンソーダみたいなチューハイを飲んだことがあってお店で、そしたらものすごい濃いやつでアルコールが一杯しか飲んでないの。そのお酒はその一杯しか飲んでなくてね、水とかも飲みながらだしご飯も食べながらだったんだけどもう気持ち悪くなっちゃって、そうって感じだった。それぐらいかな気持ち悪くなったりしたのは。そう、のぶろうさんおはようございます。あーカルーナ大好き、美味しいそうでもねああいうのは危ないからあの調整しながら飲みますね。あーうちの梅を取らないとだけど梅干しにするか梅干しにするか。なるほどね、量はそんなに多くないの梅のその収穫量っていうのかな。多かったらね半分半分とかでも良さそうだけど半分にしちゃったら少ないみたいな感じなのかな。髪の毛がついてた。そう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 。
ただあの意識飛ぶまでとかは飲んだことないからね。意識飛ぶってか意識なくなるまで、意識じゃなくて記憶意識なくなってたらやばいわ。それこそ救急搬送だわ。記憶がなくなるまでとか飲んだことない。オルニストさんこんにちは。あ、親衛隊59人目ありがとうございます。梅酒、影虎の梅酒、霞おすすめ。へえ、甘い？甘い梅酒が好きなんだよね。そう、梅酒めっちゃ好き私。なんかおばあちゃんが、パパの方のおばあちゃんが前にあの梅のあのリキュールを作ってたことがあって、今作ってないからないんだけど、そうアルコールが入ってない梅シロップと、あとその梅のリキュールを作ってたことがあって、そう、それであの普通にさ市販のサイダーとかで割るんだけど、それがめっちゃ美味しい。でももうね、シロップがそもそもめちゃくちゃ甘くって、シロップってかそのあれかリキュールみたいなやつが甘くて、でサイダーも甘いじゃん。炭酸水じゃなくてサイダーで割るのが好きなんだけど、そう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 、それがねめっちゃ美味しくて、私が今まで飲んだ梅酒の中だったらそれが一番なんだけど、そうだけどないからさ、作ってって言わないとない。マスルさんこんにちは、おはよう。そうだから今は普通に市販の梅酒とか。ママは味のない炭酸水飲める？飲めるよ。あの活動してた時とか、なんかあのダイエットしたくて、そうお腹にたまるじゃん炭酸水って。お腹にたまるっていうかさ、あのお腹いっぱいになるじゃん、まあ、一時的にでも。そうだからなんかそのもうすごいなんていうの、消えないそのあの何空腹感を紛らわすために、あのあれしてた、炭酸水とか飲んでたよ。そうでも今は別に好んでは飲まないかな。なんか出かけた先で飲み物買おうってなって炭酸水買うとかはないかなっていう感じ。部長んぬさん、秋のしずるさん、おはようございます。あー梅酒の梅美味しいよね。そう梅シロップってね、あの本当にでもただとろっとした梅のやつで、あのお酒が入ってないだけって感じかな。そうそうそう、美味しいよすごい。そうだからお酒飲めない年齢の時はその梅シロップでサイダーで割って、普通にあの梅サイダーみたいな感じで飲んでた。すごい美味しいのよ。そう、おばあちゃんねそういうのすごい上手に作るんだよね。料理もうまいし。やばい、おばあちゃんのご飯食べたいかも。どうしよう。おばあちゃんのご飯ですごい好きなのは、ちらし寿司と、あとなんか鶏汁っていうお醤油ベースのなんか味噌汁なんだけど、味噌使ってないから、まあ、味噌汁ではないんだけどさ、なんかお吸い物の方が近い味的にはって感じなんだけど、鶏肉とあとなんだ、ごぼうと白菜とお豆腐とみたいな。でしかも私が絹しか食べないからわざわざ絹にしてくれるっていう。そうマジで美味しいんだよね。いつも同じのしかなくてごめんねって言われるんだけどさ、いや私がさ
好みが偏りすぎてておばあちゃん絶対同じのしか作ってないんだろうなって思ってる。カズさんおはようございます。ねえ教えてもらわないとね本当に。そう大したのなくてごめんねとか言うんだけどさ大してますと思うんだよね。なんかねママの方のおばあちゃんは結構なんかもう元気系な元気系ギャルそうなんか結構破天荒系なのよ。そうなんかお母ちゃんみたいな感じの中身性格なので、パパの方のおばあちゃんはねどちらかというと結構品がある感じのなんかっていうとママの方のおばあちゃんが品がないみたいなんだけど、なんかそのママの方のおばあちゃんはね品がどうこうってよりかはパワー系みたいなこう褒めてるよこれ褒めてます。そうパワー系なの割と。だからさママの方のおばあちゃんは質より量みたいな感じ。ご飯とかもなんか一個の品物がめっちゃ多いみたいな感じで、パパの方のおばあちゃんは一個の品ん一品の量はそんなに多くないけど品数がめっちゃ多いとかそんな感じ。そう あとねパパの方のおばあちゃんのご飯で美味しいのはねポテトサラダめっちゃ美味しい。ポテトサラダ大好き本当に美味しい食べたい。品数多いと大変。いや本当そうなのよ。そうそう番所さんおはようございます。ママの方のおばあちゃんのご飯で好きなのはうどん煮込みうどんマジで美味しいんだよね。なんか何がそんなにあれなのか分かんないんだけど、でも別に変わったものが入ってるとかじゃなくて味も別に普通というかその何変わった味ではないの。なんか特別な出汁が入ってるとかそういうのではないんだけどなんか美味しいんだよね。ポテトサラダに玉ねぎ入れますか。入れない。そう私ね生玉ねぎダメでパパもママもダメなんよ。なんか結構そのネギ系がねあんまり好きじゃなくて熱してあるネギだったら全然食べれる。ネギっていうか玉ねぎだったら食べられるんだけど、そう生がねちょっと食べられなくて、だからね両親が食べれなくてきっと出てくる機会もさ実家のね食卓にね出てくる機会もなかったからね余計食べれないんだよね。まあきっとね。ああ確かにそうかも。そうだからどっちも美味しいんだけどっていうそれは大前提としてあるんだけどみたいな感じかな。そう生玉ねぎね苦手なの。なんか結構さ香りが強いじゃん普通にその火が通ってるものよりも。なんかもうさそれが苦手なんだよね。だからあの長ネギとかもそうなんだけど私なんかもう食べたらその味しかしないみたいな。食べれる人ってそう感じないらしいけどね。食べれない人からしたらさもうなんか他に何かが入っててももうネギの味しかしなくて、なんかお蕎麦とかにさ薬味でネギとか入れるじゃん。それ もうネギの味しかしないの。別に蕎麦の味なんて一個も分かんないみたいになっちゃうのよ。 KKK16 さんこんにちは。そうだからね苦手です。前世ワンコだったのかも。犬って苦手なネギとか匂いが強いのがダメってこと。
あ、ね、犬で思い出したんだけどさ、昨日マジででっかい犬見て、お散歩してる帰りに、そう、近く、駅の近くで見て、えって思った。サラダオニオンっていう白い玉ねぎは名前食べて、へえそうなんだ。だからね、でもあの普通にでもなんか玉ねぎは食べるよ。ハンバーグとかにも自分で作ったりするとき入れるし、普通に栄養価は高いの分かってるから鍋とかに入れたりします。よくカレーとかにも入れるし、最近はね、あのネギ、玉ねぎ買ってきて、であの切ってもうすぐで、あのジップロックに入れて冷凍してる。めっちゃいいよ。あの冷凍するとね、水分の吸い込みも早くって、私はあの柔らかい玉ねぎが好きだから、シャキシャキとかよりも、そうだからね、その方が自分には合ってる。だし私みたいにさ、一人暮らしでさ、例えばじゃあたまたまってか、急にあの友達と出かけることになりましたみたいな時ってさ、でなんかあの家にあんまりさ、家であのあんまご飯食べないあの日が数日続くとかだとさ、もう野菜とかもすぐダメになっちゃうから、そうだから冷凍できるってなったらね、冷凍してた方が楽ちんかも。すぐ使えるしね、使いたい時に切ってあるってなったら。しおじいさんこんにちは、100キラ音符ありがとうございます。食べちゃうと人不全になっちゃうかも。あ、そうなんだ。企画さん、としさん、おはようございます。そうそう、絶対あれ大人の身長とかね超える感じのワンちゃんだった。アメちゃん、おはようございます。マジででかくて、なんかあのゴールデンレトリバーとか、なんかそんなレベルじゃないのよ。ほんとなんかクマみたいな。多分さ、でもさ、種類的にはさ、あのキムタクの家のさ犬と似てた気がすんだよね。なんかまあもうチラッて見ただけだからわかんないけどさ、キムタクが飼ってるさ犬ってめっちゃでかいのよ。なんかそれに似てたような気がする。インスタとか入れてたら調べてみ、キムタク絶対出てる投稿に。犬と撮ってるやつめっちゃある、ストーリーとかすっごい犬出てくるから。クマだったんじゃ、いや犬だった、さすがに犬だったけど。そうでもね、めっちゃお利口だったよ。静かにしてて。私小型犬の方がね意外と苦手なんですよね。キャンキャン言われちゃうとちょっと怖い、うわわわわってなっちゃう。だからチワワとかあのトイプーとか、しつけですね、要は。まあ飼い主さんのしつけによるんですけど、なんかあのお利口なトイプーも見たことあるしね。だけど私のね親戚が飼ってる犬はね、だいたいちょっとね、あのちょっとアホっぽいっすね。あ、豆柴いいよね。柴っていいよね、めっちゃわかる。柴犬めっちゃ好きです。超かわいいよね、わかるわかる。そう、親戚がね飼って、親戚めっちゃ犬率高くて、うちだけ猫だったんだけど、おばあちゃんち、ママの実家が猫飼ってて、昔ねもう死んじゃったんだけど、めちゃくちゃお利口で賢くてね、もううちの猫ちゃんが世界で一番可愛いっていう、本当に典型的な親バカみたいな感じだったんだけど、マジでも賢かったのよ、すごく。そう、赤ちゃんがいる部屋とかには来ないしね、まあ、猫ってそういうもんなのかもしれないけど。そうそう、ソフトテニスさん、おはようございます。そう、そんな感じで、もうとにかくお利口で頭が良くて
かわいい猫ちゃん。一時期近所で犬飼ってるのうちだけど、あ、そうなんだ。そんなに犬率高かった。犬だらけじゃんね。じゃあそう、それで、あので、周りはミニチュアダックス、チワワ、トイプ、違うお家がね、それぞれ親戚の家で飼ってて、一世帯に一匹みたいな感じで飼ってたんだけど、もうみんな本当にね、あのもうそのミニチュアダックスに関してはもう凶暴なの、すごい。もうなんか吠えるとかのレベルじゃなくて、吠える、噛む、最悪。マジで嫌いだったあの犬。もういなくなった虹の橋を渡られたんだけど、本当に無理で、怖すぎて。もうしかもそれなんかいたのがさ、小学、私が小学生くらいの時だったので、怖すぎてさ、マジで。そう、それであの無理で、なんかそこのお家に行く時はもう違うお部屋にそのワンちゃんを入れといてもらって、マオたちが帰るまでっていう風にしないとワンは入れなかった。ヤスさんこんにちは。もうなんかね、人、外界の人を見かけるともううわーって来るんだよね、怖っと思って。だからなんかそういうあの結構なんかあのトラウマ級の小型犬が多かったので、ね、私の周りそう、いとこが飼ってた、パパの方のいとこが飼ってたトイプーも最初、最近やっと落ち着いてきたって、まあ最初よりはって感じだけど、もうなんか吠える噛む、あ、吠えるけど噛むわけじゃなくて、遊びたくてなんか興奮しちゃって止まんないみたいな。そう、それがすっごい嫌だった。でそのチワワはあのパパのお母さん、パパの方のおばあちゃんの弟の家が飼ってた犬で、その犬はね、ただ吠えるだけだったけど、でも吠えるのってもう怖いんよ。そう、そんな犬に囲まれて生きてきたから、小型犬ってすごい苦手だった、苦手だったっていうか苦手、基本大きい犬の方が落ち着いてて好きかもしれない。前にも書いたかも、なんか大学の近くの居酒屋で犬飼ってて、ウインナー炒めを値段に来て半分以上食べてた絶対犬飼、それはそう、塩分とかやばそうだね。そう、だから私は一生猫派なんだよね。犬もね可愛いと思うけどね、あの飼うならどっちですかって言われたらやっぱ猫ちゃんかな。吠えないしね猫って。そう、ちなみにおばあちゃん家で飼ってた猫ちゃんは雑種だったんで、なんか種類とかはないんですけど、そう、あのなんか色味とかの種類で言ったら、次飼うのはキジトラがいい、絶対に。今住んでるお家の近くになんか野良猫、なんか多分もともと地域猫だったのかな、でもなんかほぼもうその家に住み着いてるみたいな、か、まあ、飼われてるのかちょっとわかんないんだけど、ゴンタ、私は勝手にゴンタって名前つけてるだけだから女の子かもしれないんだけど、そう、ゴンちゃんっていうキジトラの猫ちゃんがいて、本当に可愛いの、超人懐っこくて仲良しの猫ちゃんがいるんだけど、そう、その子を見てキジトラいいわってなってる。黒猫は多分もう飼えないの、逆に。もうチャムって言うんだけどさ、もうチャムが世界で一番可愛いのね、もう。そう、だから黒猫はきっと比べちゃって飼えないから、飼うんだったらキジトラがいいけど、でもダメだな、きっともう切なくてダメだわ、どうしてもお別れがさ切なくて。そういうね、なんか外にいる猫でさ仲良くなってさ眺めてるぐらいだったらいいけどさ、やっぱどうしても飼い猫ってねなるとねみたいな、
あ、猫カフェとかもいいよね。しかもね、あのすごい致命的な問題が一個あって、あの私猫アレルギー猫アレルギーっていう、そのなんかあの昔から猫アレルギーあったんだけど、おばあちゃん家に猫がいた時は多分ね慣れて平気だったんだよね。そうだけど、しばらく猫ちゃんと触れる機会がなくなったりとかしてたらね、一回すごい症状が出た時があって、そうだから猫ちゃん触ったりしても、もうあのその触った手洗わないともう何もできなくて、そう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 、ゴンタって犬のイメージマジ、そう猫ちゃんにつけてるね勝手に。しかも勝手にだからね、そう飼われてたらさ違う名前絶対あるよ、だけど勝手に名前つけてゴンタって、かわいいっしょ、渋いでしょちょっと髪巻きますから、ちょっとお待ちください。ちょっと本当にいい加減こっちのハンドソープ詰め替えないとまずいぞこれにしよう、ハンドソープがないわ。あるんだけどね、詰め替え買ったんだよこの間、詰め替える作業がめんどくさいよね。終わりこんなこと言ってたら終わり、もうちゃんとしてください。こう自らにカツを入れないとね、誰も言ってくれないんで、よいしょ、お待ちどうさまでした。ちずさんこんにちは。あ、出かける用意しなきゃ、お化粧しないけど準備して、そう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 、直前までさ忘れててさ、使って思い出すの、それでさ後でいいやってなって、そう好きなのにアレルギーって結構辛いよね。だ食べ物とかでもそうだと思う。だから甲殻類アレルギーとかの人でさ、もともと好きだったのにアレルギーになっちゃったみたいな、あとあとっていう人も聞くから、切なって思うねそれ。とんかつ液体洗剤詰め替えが面倒でそのまま使うたまにあるわ。青猫さんおはようございます。山形かかしさんバラありがとうございます。とんかつ食べるの、そばとか小麦もね好きすぎてない。あー確かに切ないよね、その好きなのにっていう。あカツを入れた、そういうことねそういうことか、急にとんかつって言うからなんだと思った、お昼かなと思っちゃった。ちょっとまつげの上がりが足りないのでホットビューラーで。上がりましたそば屋でそばアレルギーになっちゃう人いるけど、あ、え、そうなんだ。
そば触りすぎてってこと？え？どういうこと？お蕎麦屋さん自体がトレンドンさん、こんにちは、おはようございます。そうなんだ、それもダメなの？私は蕎麦アレルギーになることなさそうだけどね。早い、多い、まあ9時から始めてんのにまだ終わってないよ。喋りすぎだよね、まあ絶対に。いつもだってさ、メイクと髪合わせて1時間くらいで終わるんだけどさ、一人で黙ってやってると。だけどさ、こうやってさ配信でさやっちゃうとさ、喋っちゃうの私って。本当にそうだからさ、時間かかるよね、髪までやるとね。でもね、それを見越して時間いっぱい取ってあるからいいの全然。へえ、口以外のとこから体内に入ると免疫が反応してアレルギーになっちゃう。はあ、なるほどね。あー、好きすぎてアレルギーになるのはキャパオーバーとかなのか。なるほどね。でイクラとかも危ないわ、私あんまり食べちゃうと魚卵アレルギーになっちゃうってこと？いやー無理、私の人生からイクラが消えるなんてマジで無理です。食事の楽しみがなくなっちゃう。ただでさえさ食事にあんまり興味ないのにさ、私、あー、手とかに傷があったり傷ついた時に皮膚にある。なるほどね、すごく例えが分かりやすい。としのりさん、こんにちは。そう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 、そうなの、あんまりさ食に興味がないからさ、こう好きなものみたいなのがあんまりないのよね。エニョさん、こんにちは。そうだからね、すごいね偏りがあるのよ。そう、なんか好きなのはすごい好きなんだけど、好きじゃないもの以外にはあまり興味がないっていう、食べれればいいみたいな感じなの。そう、なんか生きるためにご飯食べるみたいな感じだから、やばいよね。そうだから好きなものが食べれなくなっちゃったらもうおしまいですね、私。人間の好みなんですね。あ、本当？そうだからね、小麦製品がめちゃくちゃ好き。麺類とかパンとか、そう、小麦製品大好きだし、あと、うん、カニとか、カニ、エビ、あとイクラ、海鮮とかも大好き。小麦は食べた後に激しいのでするとイクラ食道に逆流して消化体内に入ってアレルギーになるし、だからパンとかラーメンとかになったりしちゃう。あ、そうなんだ。全然ね、まあ走るってことがあんまないから、まあそもそも。でも覚えとくわ。そうなんだね、小麦アレルギーになったら生きれないよね。わかる、ストレスたまるそれで米とかアレルギーになりそう。なおさん、こんにちは。米とかまでアレルギーになったらもうおしまいだよね。何食べればいいのって。グルテンフリー製、え、絶対できない。まあそのグルテンフリーのさ、あのなんかあるじゃん、ダイエットとか小麦抜きとかあるじゃん、ダイエットにさ小麦製品抜きみたいな。マジでできない、絶対無理。ストレスで逆に太ると思う。だからやりません、そういうのは。できません、だって一生それって無理だしね。まずそう、だからやりません。トレーニングとかで頑張りたいタイプ。最近腹筋してるんだ、毎日トレーニング筋トレしてる。そう、ちょっとさ、夏にさ、なると結構体のラインが出る服だったりとか、あとあのなんかね、こう丈の短いやつとかをさ着る機会が増えるからさ、お腹をちょっと引き締めないとと思って。そう、昔さ
あのなんだっけ、昔活動してた時とかさ普通に毎日動いてたし、お腹がちょっとさその食べた時に出てたとしてもなんかすぐ引っ込んでたしさ、体重とかもさ翌日とかにはさなんか寝たら1キロくらい減ってる時とかもあったの。なんだけどさ、もうさすがにさ年齢的にもそういうわけにいかなくなってきて、動かないし普段動かないっていうか、その運動量がさもう格段に違うからね。そりゃそうで、やめてからもさそのね若さでなんとか補ってた部分はあったけど、 やっぱりさ20代ってなるともうそういうわけにもいかなくなるのよ、若いとはいえね。そうだからちょっとやっぱさすがにそこはまずいぞと思って、あのちゃんとトレーニングしてる。あと夜遅い時間になんかすごい重いものとか食べなくなった。みぞやんさんこんにちは、ハートありがとうございます。へー、ゆうすけさんこんにちは。友達の子供がオーストラリアにホームステイに行ったヴィーガンの家で、え、虫これ何食べる、ひーちゃんこんにちは、おはようございます。食べる、え、なになになに、え、なになになに、虫、あ、あ、殺しちゃいけない、あー、びっくりしたびっくりした、食べなきゃいけないかと思った、いやーと思ったら違った。いやー、なんか別にそんな殺さなくていいけどさ、ちょっとねえ、ちょ外には行ってほしかったかも、あれ、あー思い出した、気持ち悪い、昨日電車で虫に襲われそうになったっていう、怖いよ。あんなにね人々が逃げ惑う姿ってあんま見ることないからね、びっくりしたよ。あ、イリマコーヒーやってくまたねって、ありがとう、あのよろしくお伝えください、もし いらっしゃったらまあまあの配信見てきましたって言ってください。ともじいさんおはようございます。勇者いなかった、みんな怯えてた、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、事件が発生している、服が汚れてるね。アイブロウパウダーさ、眉毛のやつ落としたら欠けちゃってさ、それで今その粉が落ちてさ、え、ワンピ汚いけど粉だから大丈夫だと思うんだけどな、汚いよ、汚れてるよ、これもしかしてメイク落としじゃないとダメ、ワンちゃん、メイク落としシートどこにあったっけ、よいしょ、そうそう、こういうねメイク系のやつはねメイク落としシートとかで落とすと落ちることがありますよ。くまさん、初見さんこんばんは、こんにちは、こんばんは、つられちゃった、こんにちは。キング1478さん合ってるかな、こんにちは。5センチ級の顔を昨日見てる、え、一緒じゃん。バンブーさんクラッカーありがとうございます。カンさんこんにちは。あれでもガじゃないんだよ多分、私が見たのはなんか蝶々みたいな、
あ、いけた、落ちた、よかったけどさ、びちょびちょになっちゃった。ちょっとさ、見て、え、見える？見て、濡れすぎ。ちょっと最悪、ティッシュで、なんとか。冷たいもんね、ここ。落ちたけど、みたいな。まるまるさん、こんにちは。まあまあ、出かけるまでには乾くんじゃない、これ。よいしょ、よいしょ。まあ、ちょっとこうしとこうか。いた。バンブーさん、こんにちは。今日は、今日もお友達と会います。違うお友達。今日はね、あの、昨日はまだ学生の後輩のことあったんだけど、今日はあの社会人の友達で、なんか有給を使わなきゃいけなくて、そう、有給消化しなきゃいけないから、平日に会えますかって言われて、会います、平日に。カフェに行く予定。カフェ、おしゃカフェに行く予定です。写真撮ってもらおう。え、っていうかさ、ルームのさ、フォロワーさんがさ、なんと2800人に行きそうなんだけど、嬉しい。みんなありがとうございます。フォローとかいろいろありがとう。 SNS とかもぜひよかったらチェックしてね。なんか最近さ、結構さ、まあこのショールームもそうだし、あとあの SNS 系とかもなんかフォロワーさんが結構増えてて嬉しいんですけど、じわじわって。アバター効果とかやっちゃう。え、でもさ、なんか今までだったら結構あのなんか増えたなと思っても、なんかもう翌日とかには減ってたりとかさするんだけど、あの減ってるってことがない。増えない時はあるけど、最近ね。そう、いいんですよ、じわじわで。かゆい。コサッサーさん、初見さん、こんにちは、ありがとうございます。広島から、ありがとうございます。広島は牡蠣が有名ですか？牡蠣とかもみじまんじゅうとか。広島行ったことないな、行ってみたい。だいたいね、修学旅行とかで広島多いですけどね、こっち。あ、広島風お好み焼き、確かに確かに確かに、美味しいものがいっぱいあるイメージ、広島って。あー、はいはいはい、 STU のライブ。あー、なるほど、そうかそうか。いいですね。あ、確かにレモンと八朔、柑橘系とかもイメージあるな。いいね。高反発さん、こんにちは。ごめん、遅くなってお名前呼ぶの。いいですね、レモンとか。これからの時期最高だ。特に暑い時ってさっぱりしたの食べたくなるからね。なんかあのレモンが入ったラーメンとか、ラーメンでもレモンが入ったなんかさっぱり系のラーメンとか食べたくなる。
はい、桃鉄あるね、それラーメンね。STU のスイパラコラボ、てかスイパラとコラボの人なの、へえ。食べに行って展示したとソロパネル当たる、え、すごい、なんかそういうのが当たる制度があるんだ。推しメンは誰なんですか STU。 私昔 STU の子たちと仲良かったんですけど、私が知ってる子かな。推しメンはいますか。箱推しっていう場合もあるからね。よいしょ。そういえば昨日は結局晴れてたのに出た時はちょっとだけ雨っぽくなって、STU の推しメンはモロクズノアちゃん、最年少で14歳が最年少なんだ、へえ、若ーもう10個ぐらい違うんだもんね、やばいな、若い。何期生？ STU って今何期までいるの？そうなんだ。ちなみに私が仲良かった STU の子たちは磯貝かのんちゃんっていう子と、あと田中こうこちゃん、こっこと、あと藤原あずさちゃん、3人仲良かった。握手会とかで会うとすごい喋ってたりとか、そうケータリング一緒行ったりとかしてました。どういうきっかけに仲良くなったの、なんだったっけな、なんかメンバーを介してだったかも。もともと仲いいメンバーがいて、そのメンバーずてでみたいな感じだったかな最初はね。そうきっかけはそうでみたいな、そう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 だし、あとなんかね STU と NGT って結構その握手会の待機場所が近かったりとかすることが多くて、あのよく会うっていうのもあったかも。シグさん、バンフィーさん、こんにちは。そうみんな年上っていうね、年上の後輩だから全然あのみんな敬語っていう変な感じだよね。まあでもお仕事とかでもそうか、年上でもね、あれ後輩だったら敬語か。バイトとかの時もそうだったもんな、年下の先輩とかいたよ、だから全然敬語使ってたよバリバリに。みみーさんこんにちは、おはようございます。そう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 でしたね、年上の後輩ねあるよね、そう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 だったよ。なんかよく見たら汚れてるな、掃除しよう今度。そうなんだよね、年上の後輩ね、全然いるよね。だからそれこそあの同じグループの中でもさ年上の子とか全然いたけど、
そういう子たちもやっぱ敬語だもんね。2期生とかね、あの自分がさ意外とさグループの中では下の方だったから、年がそうだから意外と年上の後輩多かったんだよね。3期とかだとね多分もうみんな若いけどさ、自分もね年取ってるしねあれだけど、2期とかはまだ入ってきた時は結構ね年が近い子が多かったり、なんなら上の子も全然いたから、そうだからそういう感じだったね。こんにちは。当初は戸惑うね。そうでもね、なんかあの後から入ってきたっていうだけでもうあの年下に見えんのよ。かわいいかわいいってなっちゃうの。そうだからあんまりなんか真は違和感は感じなかったけど、すごーい。小学校の頃にバイオリンで金賞受賞した、すごい。そういうなんかあのマジで秀でてる特技とかあるの羨ましいね。いつかじゃあバイオリンとかも披露とかできたりする時がありそうだよ。もうね、あもうあるのか、まだなくてもいつかはねありそうだよね。そういうのがあったらすごいな。そういうのはね財産になりますから、本当に人生の財産になる。素晴らしい。できるって言ってできないのがアイドルある。確かにそうだね。できますとか言ってね、やってみたら全然できないって。半過ぎてる、ちょっと待って半過ぎてました。よし、 OK です。多分ちょっと待って。できたって感じで、イエーそう楽しすぎて喋りすぎちゃったはい、じゃあ準備ができました。みんないっぱいおしゃべりしてくれてありがとうマジで楽しかった。じゃあ次は夜にまた配信します。今日ちょっと遅めの予定、11時とかからになりそうなんだけど、はい、よろしくお願いします。来れる方はぜひ待ってます。STU の曲の大好きな人のミュージックビデオ、あーはい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 、キスの、はいはい、すごい。改めて美人さんだなって、ありがとうですじゃあまた夜お会いしましょう。ありがとうございました。みんなも良い一日をお過ごしください。じゃあねー、ありがとう。あれ見える、あれ聞こえる、見える、大丈夫、大丈夫大丈夫、見えてる見えてる、大丈夫大丈夫。どんな、聞こえてる、見えてる、どうどうどう、暑い、こんばんは。あ、見えてます、よかった。
すごいあのアプリが落ちちゃってびっくりしちゃった今つけたのに。キムさん、ヒンジさん、ミッチさん、はるかねこさん、お刺身さん、白いアルパカさん、バンフィーさん、ノリスケさん、ミャーさん、音速の貴公子さん、ピコットキャットラミコさん、ウバグルマさん、スケヒラさん、メッシさん、豆の目さん、イーストさん、ヒロシンさん、パピコさん、ディアさん、ハコーシーさん、ん？どっちこれ？チカさんか。チカさん、こんばんは。イーストさん、ハートありがとうございます。タムヒロさん、こんばんは。ジャスミンの花束ありがとうございます。ちょっと待ってよ。スエンさん、 BPM188 さん、こんばんは。ドリーマーさん、エニョさん、こんばんは。マサトンさん、新衛隊60人目ありがとうございます。ありがとう。カズチンさん、こんばんは。バンフィーさん、クラッカーありがとうございます。プラムさん、こんばんは。イーストさん、ハートありがとうございます。シクヤマロッペンさん、こんばんは。ノリスケさん、クラッカーありがとうございます。カイトさん、こんばんは。ノリスケさん、ジャスミンの花束ありがとうございます。バンフィーさん、音符ありがとうございます。イーストさん、ウバグルマさん、ハートありがとうございます。カイトさん、ジャスミンの花束ありがとうございます。ケースケイさん、新一さん、こんばんは。お刺身さん、音符ありがとうございます。そう、これ可愛いでしょ、服ピンク。なんか昨日もさ、薄いピンクのあの T シャツ着てて、すごいなんかめっちゃピンクハマってる人みたいだけど、ピンクでも好きなんです本当は。こういうピンク着やすくてめっちゃ好き。可愛いよね、こんなやつやで。慎太郎さん、サクさん、ドンテンさん、カンさん、高弘さん、こんばんは。ノリスケさん、バラありがとうございます。ドラミュンさん、新衛隊61人目ありがとうございます。新一さん、流れ星ありがとうございます。ダルマもありがとうございます。オリゼーさん、ポコさん、クッキーモンスターメガネさん、ヨッタさん、こんばんは。ハクロウさん、こんばんは。ハートありがとうございます。スエンさん、音符ありがとうございます。ダイさん、マッツンさん、 HSK さん、こんばんは。そう、これワンピ、ワンピちゃん可愛いでしょ。ニットワンピちゃんだよ可愛い。むっちゃん、こんばんは。手持ちスターさん、こんばんは。ちょっとねちょっとね、今日ね、あのお友達と会ってきたんです。で、今日あの今日会ったのは社会人のお友達なんだけど、あのその子なんか有給をね消化しないといけなくて、で平日だけど会ってきたのよ。それでさ、あの、うん、結構定期的に会ってるんだけど、まあ、1ヶ月半2ヶ月経ってないぐらい、ギリギリ2ヶ月経ってないぶりぐらいだったの、会うのが。でさ、まあいろいろね話し込んで、まあ、近況報告とかさ、お互いの。そうだから、なんかどっかに行って何かをしたってよりかは、なんかカフェ行って喋ってみたいな感じ で最終あのカラオケ、夜ご飯の前にカラオケ行って、でカラオケでほぼ歌わずに喋り倒すっていうねことをしてきたんだけど、で最後ご飯食べてバイバイってしてさ、でやってたらなんかママから連絡来てて、 LINE 来てて、あのあの今ねイベントが大変なことになってるよって連絡が来て、このイベントねそう、なんか1位にすごい話されてるとか言って、そう、うん、大丈夫だよって言っといた。大丈夫大丈夫って言って、あのそういいの今回はって言って、ママがすごいあれしてたけど。サトシオンさん、マスルさん、こんばんは。マッツンさん、ハートありがとうございます。トコトコさん、こんばんは。嬉しい、似合うこれ、ありがとう。そう、このいてニットがこれ可愛いんだよ。これがこの縦のラインとかもさ、すごい綺麗に見えて可愛いよね。肩のこのフリフリがね、なんといっても可愛い。博士太郎さん、こんばんは。ヘムチスターさん、ヒロシンさん、音符ありがとうございます。サトシオンさん、小判ありがとうございます。シカオさん、こんばんは。博士太郎さん、新衛隊62人目ありがとうございます。クラッカーもありがとう。そう、ママが心配してたけど大丈夫だよって言っといた。そう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 、いいんですいいんです、もうあの頑張ったらダメだよみんなダメだからね。イベ1位さんとこの合計1位の方、いい意味でやばい。あ、そうなの、そうなんだ。
ダさんこんばんは。なんかすごかったんでしょ、ママがすごい実況してたよ、マウに。サトシオンさんハートありがとうございます。ユーハちゃんのとこでイベ出ない、イベない時も毎回タワナミ投げてたけど、へえそうなんだ。レンティアン、ケンザンさんこんばんは。そう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 ね、あの NCT のオーディションを受けてた子らしくて、1位の子が。君空さんこんばんは。ブラウニーさんこんばんは。音符ありがとうございます。そうそうみたいです。まこちらは楽しくいきましょう。新たに参加してきて、いや違う、最初からいたよね多分。そう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 。タコ坊主さん、鏡さんこんばんは。そう楽しくいきましょうね皆さん。この前の NGT ではほぼ一人で3期の子ジョインをしてあげた。へーすごーい。 KSK さんハートありがとうございます。君空さん音符ありがとうございます。ね、そうだよね、最初からいたよね。そう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 なんです。ね、花火上がった。なんかこの間から結構謎のタイミングで花火上がるんだけど、何なんだろう。分からんぞ。30万いったのか、そういうこと。あれなんだね、花火とこっちのあれが合ってないんだね、この更新が合ってないんだ。そういうことや。そう、なんかアバター券が獲得みたいな、アバター券を獲得したみたいです。あ、本当だ、オリジナルアバター制作権獲得おめでとうって書いてある。よかったよかったなり。オカピーさん、デンダイさんこんばんは。やったな。ちょっともう一個さ、書いてたのにさ通らなかったから、もう一回書くわ。アバター券はあと 3,4 個くらいあるかな。ガタジェイさんこんばんは。バラありがとうございます。アバター券、この間ニワトリ増やしたんだよ。みんな知ってた、もらった。しがきさんこんばんは。おかえり。しんいちさんだるまありがとうございます。みんなもらった、ニワトリもらった。エトシリーズもうさ、竜がマジ嫌なんだけど、竜ってかタツ、ネズミはまあ描けそうじゃん、まあ、牛も頑張れば描けそうじゃん。トラいる、ね、ウシトラ、ウサギいる、タツいない、ミヘビいる、馬いない、猿いる、羊猿ん、ね、ウシトラ、タツ、ミ、馬、羊、猿、鳥いる、犬、いい、あと6、はあ、あ、そうそう、それそれそれ、ミッチさんそれ。そう、ハトさん、アランさんこんばんは。存在感すごく。そう、天使さんこんばんは。クジチーさんこんばんは。そう、それにしたの。そうなの、それにしてみたの。ニワトリは結構簡単だった。まーちゃんの絵のセンス好き。下手っぴでも許してくれて嬉しいよ。みっみーさんこんばんは。下
タッピちゃんでも許してくれて嬉しいよ。ダンテンさんハートありがとうございます。スカウさんこんばんは。天使さん流れ星ありがとうございます。なんかさ、口の中の調子がすごく悪くてね、私がちょっと喉とかさ調子おかしかった時に、なんかあの親知らず、左側の親知らずのところがすごい痛くなっちゃって、なんかまだちょっと変なの。でもなんかさ、生えかけてたのが生えてきてる説があって、ちょっとわかんないんだけども、とりあえず痛みは収まってるのね。でそしたら今度なんかこの辺、この奥じゃなくてこの手前のなんかこの内側がさすごい痛くて、なんか中が腫れてる感じがして、でさ、まあ太ってさ、この歯列にさこの内側の肉が食い込んでるんだと思ってたの。よく見たら口内炎だったの。口内炎が腫れてるだけ。びっくりした。だからマジで早く治ってほしい。なんか地味に痛くてイライラする。アランさん、ミッミーさん、あのバラありがとうございます。ミッミーさんハートありがとうございます。下手じゃないよ、愛嬌あって可愛いです。嬉しい嬉しいよ。タツってさどうやって書く？味がある。本当、アランさんもハートありがとうございます。流れ星もありがとう。タツちょっと書いてみる。難しそう。タツイラスト、ああ違うよ。ドラゴンさんこんばんは。ハートありがとうございます。第3流れ星ありがとうございます。しがきさん音符ハート流れ星ありがとうございます。アランさんだるまありがとうございます。蛇をアレンジして装飾につけ、あイージスさん、テチテチさんこんばんは。あ、アバターもらったよありがとう、もらってくれてありがとう。丸パクリはあんまり良くない気がするから、ちょっと本当にさ、こういうところにこのさどこから描くかっていうので、この絵の下手さが、バレちゃうよねっていう。ああなんかポムポムプリン、ヒデさん親衛隊63人目ありがとうございます。こんばんは。ハートありがとうございます。牛っぽい、確かに。うん、難しいな。これこの絵が良くないのか、見てる絵が良くないか。
んかタツって案外さ 見る機会なくて、なんかさ可愛いイラストでさ調べてるんだけどさ、なんかそれすらもちょっと難しいの。そのなんかだいぶ可愛くなってるんだよ、だけどさなんかそれすらも難しい感じになってて、てちてちさんハートありがとうございます。まず牛描いてみる。じゃあ待って、牛は描けそうな気するよ。牛をかける気するんだけど、うん、絵調べて描いてんの。シンクレアさんこんばんは。どう、めぐみのさんこんばんは。天使さんグッドありがとう。虫、あ今すごいゆっくり間違えちゃった。牛、これならいけそうじゃない。それで角のところにこうやってまあ打ってるとき、これまあう、ほらいいよね。こう牛はいけるってことで、イノシシとかも難しいんだけど、イノシシイラスト、あーあーって感じ。いい？いけてた今。天使さんだるまありがとう。見える？そう、トサカのところに生え、トサカのところに生えてるじゃない、なんだっけ、あの名前入ってる。見て、どう？シュウケンさん音符ありがとうございます。見える？これはここにまうだな、こうだ、ここに MAU でまう、どう？とかイノシシと牛はいけそうです。あとなんだっけ、犬、まあさ犬ってさ苦手なんだよね描くの、昔からなんかあんまり上手に描けたことないんだよね。トイプみたいにするか。トイプ、あーなんか下手くそです。もう
シマ模様は子供のヨシシだからいい、いいの牙あんの。どう犬、急にトイプードルみたいな。え、これ名前入れるとこないから耳でいいや。まあうって、ほら、まあう、あとなんだ、馬、馬とあとタツ、あとネズミか。ネズミは見なくても描ける気するわ。てて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 、いけてる？ネズミちゃん。あとじゃあ馬と、待って、じゃあ馬何も見ないで描いてみるね。マウの頭の中の馬、これで上手に描けたら、まあ、絵心、まあ、ありってことで。え、なんかさ、大丈夫これ。しんいちさんグッド、ありがとうございます。小田ゆめとさんこんばんは。どう、なんかなんかちょっとさ、なんか惜しくない？何がダメなんだろう。ぐんまちゃん待って、ぐんまちゃんって言われてやばい、それは問題、著作権引っかかる。ちょ待って、じゃあ馬イラスト、あーでもまあまあこんな感じじゃない。チキンカツさん音符ありがとうございます。え、なんか同じ感じになったんだけど、どう、まあこんな感じ。じゃあ立つじゃん、もうあと。これ簡単そう、これだったら描けそう。真剣、めっちゃ真剣。なんかトナカイみたいになって
結果群馬ちゃん、うん、どう立つ難しい。あとなんかないかな、可愛いアバター。かき氷のさアバターはさどうしようか、せっかくだから作ろうと思うんだけど、かき氷のやつはで、ここにこうで、こういう感じで、でこう、ああーミスター、最悪。え、かき氷のやつは結構イメージ湧いてて、あともう作るだけみたいな。リベンドラさんハートありがとうございます。マサボーさんこんばんは、ハートありがとうございます。かわいい専属リベンドラさんこんばんは、どう、ほらかき氷アバター。頭でかすぎ頭でっかいけど白プマピンク、あ、え、でも迷う、青もいい、水色、ブルーハワイで水色かいちごでピンクか迷ってる。そうこの間かき氷のイベントそうやってめっちゃあれした、みんなに応援してもらったから、そうだからかき氷のアバター作ろうと思ったんだけど、どうかなっていう。両方作る？なんかあれしよう、普通に書いてみてなんか馴染む方にするわ。じゃあピンクか水色にすると思う多分。あとはかき氷じゃん、とりあえず1かき氷じゃん。で、まあ、4個あったとしたら次がかけそうなやつからいきたいから、イノシシとネズミ、あとなんかもっと可愛いの作りたいな。何がいいかね。花火玉？急に。これ四尺玉とか書いて。夏だから。まあ、十二星座めんどくさい。双子座とかめんどくさい。で、伊手座とかどうするん？ファンタンさんこんばんは。ね。錦鯉ってさ書いたことあるよ昔。
ひろしさんこんばんは。ジャスミンの花束ありがとうございます。天使さん音符ありがとうございます。え、伊手座ってケンタウロスなのね、怖すぎない？感じが鯉のぼりや。おい、錦鯉だわ。やめようじゃ。だって錦鯉ってこんなじゃん。シグさんこんばんは。サメ、サメ、サメ。ザキさんこんばんは。タケさん音符ありがとうございます。サメ見える。シグさんジャスミンの花束ありがとうございます。マグロ。難しいね。えってマジ難しい。猫は描けるよ。みんなに絵心を試されているな、非常に。サメてちゃんとわかる。クラゲ。クラゲ。こういうふざけた絵だったら描けるんだけどね、なんとなく。だからさ、まあ保育学生してたじゃん。マジで絵が下手くそな保育学生って結構人権なくて、もうさ、なんかすごいのをね作らないといけないんだけど、なんか自己紹介のやつとかさ、上手な子マジで上手なのね。そう、本当に羨ましくって、そういいなって思ってた。才能がある子がねいたのよ。すごい友達、同じクラスの子にいて、すごい上手だし、アイディアもすごいし、絵も上手で、そうそう、絵心ある子多かった。まあみんながみんなじゃないけどね。そう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 、なんかまあは結構恥ずかしかったから、なんかリアルなやつじゃなくて、なんかそれこそ動物とか人とかは描けないから、描いたり作ったりできないから、あれ、なんかこういう動物とかにして、なんか登場人物みたいなのを動物とかにして乗り切ったりとかしてた。そうそうそう、スプー。懐かしい。めっちゃ世代、グーチョコランタン世代だから。まあ、厚弘さんこんばんは。え、どこ行ったかな。え、ないかな。なんかさ、ママが作ったやつないかな。今だったら見せれるから見せたいんだけど、なんか実家に持ってった臭いな。実家に持って帰った疑惑が、疑惑ってか多分実家にあるな。多分捨てではないと思うんだよね。
なんかしかもまあ卒論もどっか行ったし、どっか行ったとか多分先生が持ってる、消えた取りに行ってないんだろうな。ないわ、実習録しかない。あーやばい、ちょっと引っかかってしまうんだ。残念だな。結構頑張ってたんだよ。ゆうすお兄さんが半笑い。今日のボカウソさんこんばんは、ポーションありがとうございます。そう、卒業制作で作った絵本が多分まだ学校にあります。そう、まあねみたいな、たちの方がやけに精密リアルよりエンジさんにはけさ。あ、本当そう、別にだから評価悪かったとかじゃないけど、なんか凝ったやつは作れなくていいなって思ってた。そう、気力も続かないし、まあそういうのなんかそこにモチベを持っていけないんだよね。持っていけなかった。そうだからダメでした。そうですよって感じ。イラストチックなのはね描けます。だからだからポケモンが本当にかわいそうだった、ごめんって、子供たちごめんよと思ってた。アバターは AI で作ってる人もいるけど、まあまあには手書きにこだわって。え、そうだからさ、絶対アバターの方がさ綺麗じゃん。あ、アバターの方がじゃないや、なんかそういうさ綺麗に作れるやつの方がさなんかいいに決まってるんだけど、なんかせっかく手書きで始めたからもう手書きにしたいって。わー、ニャース、え、見ていい、模写だったらいけんじゃない、ニャースぐらいならぐらいならとか言ってね、めっちゃ自分で墓穴掘ってんの。うわー、難しい、難しいんだけど。てちてちさん、レインボースターありがとうございます。ちょっと待って、本気で書くね。絶対バランスおかしくなんだけど、この感じ。ちょ、顔だけでいい、顔だけ。なんかもうすでにやばい気がするんだけど。あ、やべ、ミスった。やばい、待って、これ目やばい。どんぐりさんこんばんは、流れ星ありがとうございます。アランさんだるまありがとうございます。マー君こんばんは。コサッサーさんこんばんは。みんなが非常に優しい、確かに味があっていいよねとか言ってくれて。待って、やばい、目でもう終わってるわ。なんで、なんで、
ミッチさんクラッカーありがとうございます。なんかまあこれ本物のニャース見て一生懸命書いたんだよ結構本気で書いた、ふざけてない。これほらこのバランス感がおかしいんだよね。もうこれを子供が頭にくっつけて走って遊んでんだよ。なんかねこのなんかもう色がさ一色しかできないじゃんこれ。本当はここがまあ白っていうかね、白でここが黒でここがなんか青みたいになってんの、この下のここが。だからなんか本当は塗られてるんだけど、これじゃあちょっと表現できないっていう。ヒロシンさん、ジャスミンの花束ありがとうございます。なんかこういうことなのよ、難しいのよね。うん、難しい。ちょっとさ雰囲気はつかめてるし、ニャースってわかるけど、そうだからニャースですって言ったら、あこの人ニャース書いたんだなってなると思うけど、初見でポイント出されてもってなる気がする。新一さん小判ありがとうございます。ちょっとさ試していい、ちょっとホゲータ書いていい、ママに送ろうこれ後で。しかもさこれみんな忘れないで、模写だからあのイメージでかいね。待ってホゲータってさ、なんでこんな横向きなの、やばい絶対無理これ、終わってんだけど、どっから書けばいいのか分かんないで、今自分がどこ書いてるのかもよく分かってない。やばいやばい、もうダメだ、マジでダメ、こういうのん、これどこだ、こうか、途中経過これなんだけどやばない、ちょっと待って、あ最初もちょっと、あ分かりました、頑張ってみます。ちょっとねえ見て、あやけるさんこんばんは。見て、今現在ここなんだけどさ、今しかもこれさ自分どこ書いてるか分かんなくなってるから、これでもう。なんか違うんだけどえ、なにこれ、待って待って怖い待って、バケモンすぎん、ちょっとポケモンじゃなくてあっつい、自分で言ってくだらなすぎておもろい。ジャンピーさんこんばんは、ハートありがとうございます。ポケモンじゃなくてバケモンねえどうすんのこれ、本当に怖い、かわいそうねえやばい、待ってやばすぎるなんかなんでこんな顎出てんの、えちょっと待ってこうだ、ん何が違うんだ、どこが違うんだ、ここが繋がってないといけないのか、ここの線がいらなかったんだ、ここがえわかるねえ、こう、あーおかしいね。
これ。はあマジでおかしい。このまま生きですね。あ熱い、面白い。まこのようにですね、私は苦手なんですね絵が。そう非常に。えでもねマジで絵心とかって遺伝ですから、はい、あの両親も当たり前に絵心ありませんので、ママに送ってちょっと明日の配信でどうだったか言うわ。昨日のホゲータ送ったって。通りすがりのだるまさんこんばんは、小判ありがとうございます。本当にやばい、口内炎が痛い、喋ると痛いかも、治りかけだこれ絶対痛い。えママねめっちゃ模写上手なの、なんか見て書いてみてって言ってみるわ。そう模写は上手なんだよね。いや噛んでない、突然できた。終電間に合うかな、頑張れ間に合え、気をつけて帰って間に合うように。親指まで直したい、直ると思うんだけどな、さすがに。もうね数日前からあるの、それでずっとなんか太って、自分が太って口の中の肉噛んでると思ってたんだけど、違かったみたいだよ。配信見てるから間に合わなかったいやいや間に合って間に合って、配信消してでも間に合って。明日何時にしよっかな、朝やりますとか言って、明日はちょっとお昼からにしたい、お昼、お昼くらいからにしたい。トマトとお肉食べると口内の治り早いっていうのが姉のうちの。へえ、でも確かになんかリコピンとか良さそうじゃない、なんかビタミン C が足りないって言わない、あの口内炎ができる時。え間に合った、よかった、おめでとう。そう午後と夜って感じにしようかな。確かに口内に絶対染みるね、そうかも。そうなんかちょっとなんか口の中の左側の治安がマジでよろしくなくて、今右は何にもなってないんだけど。そうなんです、本当に嫌。早く寝てたくさん野菜を食べて元気にならないと、元気ってか元気なんだけど、ちょっと健康にならないといけないなと思ってる。最近でもね自炊頑張ってるから、口角にできものがあるといいがたい。へえ、口角ってここってこと？可愛い服着てる。でしょん、ワンピースだよ。これ肩のとこにボリュームがあって顔がちっちゃく見えんだよね、錯覚で。錯覚最高、ありがたい。シンクレアさん可愛い、ありがとうございます。顔小さいのに、もっともっともっとちっちゃくキュッてしたい、このくらいに。こんなにあるもんだって、ここに収まってほしい。本当はちっちゃすぎるか、ちっちゃすぎるか、無理だ。あの顔の出てる範囲がね、もうちょっとなんかキュッてなってほしい。頑張るぜ。頭なくみんな頭なくなるとか言わないで。
なくならないよ、あるよ。頭でっかちなんだよね、マウって本当に。そう、頭でっかちなの。だから帽子とかさ、結構ちっちゃい売ってる帽子とか結構なんか調整できないやつ、キャップとかは調整できるけどさ、バケハとかって大体調整できないから、ああいうの大体ね、ちっちゃーってなる時がある。ちっちゃってか入らなくないけどきついなみたいなとか全然ある、余裕で。頭でっかちでーす。そうなんです。なんか多分この鉢が張ってるのかな、周りがなんかでかい気がしてる。髪が多いか、まあ確かにそれもあるかも。最悪、毛穴減って、マジで毛穴減んなくていいかな、ちょ薄くなってほしい、もうちょっと。こんばんは、五十嵐かずみさん、こんばんは。初見さん、ありがとうございます。そう、背番号93、こんばんは。ちょっと毛穴ちょうだい、分けてあげる、分けてあげるよ。大ファンです、大好き、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです、そう言っていただいて。ね、なんかさ、髪の毛って透けるけどさ、でも空いても毛穴は減らないじゃん、元の量は減らないじゃん。そうだからさ、お悩みって感じ。お腹空いたから何か買って帰りたい。ご飯、しっかりご飯、それとも結構軽食。可愛いですね、めっちゃ褒めてくれるありがとうございます、嬉しい。照れちゃう。がっつり飯、何がいいかな。背番号93、ハートありがとうございます。何がいいかな。チャーハン、こないだ勧めたっけ、チャーハンこないだ勧めたっけ。それかラーメン、ラーメン、どう、どう。ちなみに見て、マウは、あ、見て、見てじゃない見てって何。ちなみにマウは今日珍しくあったかいそばを食べました。ご飯、夜ご飯、珍しいっしょ。焼きそばチャーハンめっちゃがっつり、そう、そば食べた、あったかいやつ、月見そば。送られてきたじゃない、友達と出かけたんだけど、その時に食べた、そば屋さん。あ、おかえり、みーさん、こんばんは、おかえり。ギリ今日だねギリ今日帰宅だね、おかえりなしゃい。そう、珍しくうどんじゃなくてそば食べた。そうそうそう、なんかあったかいそばたまーに不意に食べたくなる時があって、今日がそれだった。月見そばだから、なんかね、海苔と卵、多分普通に落としてあるだけだけどね、卵、生卵が落としてあるだけだけど、それが乗ってるやつだから、ほぼ具材ないみたいなやつ食べてきた。そう、天ぷらとか別にいらないから、そう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 、美味しかったよ、めっちゃ。マンマンにとってのそば全然食べないけどいいの、まあそう、なんかね、ちょっとなんか結構細めの
麺がね細麺のところだった。おそばにしてもなんか細麺だなって感じの麺だった。年越ししか食べない。そうママも基本そう、すき家で深夜料金初めて食べた。へえ、ちょっとあれなの、深夜料金ちょっと高い。駅の立ち食いそば、そう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 、あのね駅の立ち食い の、 あのうどんも美味しいんだよね。酢うどん、何も具材入ってないだしとあれの、そう、 そうお店で食べた。透明、うん、まあ割となんかほんともうだしって感じのやつ、美味しかったです。別に嫌いじゃないんだよね、好んで食べないだけで嫌いじゃないから、食べれないわけじゃないんだけど、そう自ら食べることがあんまりないからさ、そうそう今日は珍しかった、美味しかった。すき家10時から5時が深夜料金 7% 増し、あそうなんだ、へえ、ちょっとやだね。まあ人件費とかのあれなんかなね。うん、そば自体が透明な感じからちゃって、え、わかんない、見てない、多分違う、透明な感じのそばあんま見たことない。 JT さんこんばんは、おやすまう。え、ね、そう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 、酢うどんってさ、そう酸っぱいうどんだって勘違いされやすいんだけど、そうあの元っていう方の酢うどんって説明するよくじゃあそば使うねそばにする。あゆみんさんこんばんは。そうね明日はね何時にしようかな、3時前にしたいから12時から、12時からと、お夜は10時からでしょう。あ、あいみんさん流れ星ありがとうございます。としのりさんこんばんは。そう夜は10時からにする。昼の12時からと夜の10時から。認定員さんこんばんは。あとでまた炊いて出します。はい、明日は予定なし、 Nothing ということで、皆さん今日も一日ありがとうございました。また明日お会いしましょうね。明日は4日目、イベ4日目です。楽しんでいきましょう。折り返しかね、楽しくいきましょう。じゃあまた明日、今日も遅くまでありがとうございました。ドリーマーさんハートありがとう。またね、おやすみ。バイバーイ。